ホロニ駅は、かつて、北海道岩内郡共和町ホロニにあった、日本国有鉄道岩内線の駅である。電報略号は、ホニ。岩内線の廃線に伴い1985年7月1日に廃駅となった。廃止時点で、短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、線路の北側に存在した。かつては、相対式ホーム二面二線を有する、 列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎と反対側の一線は交換設備運用廃止後も側線として残っていたが、プラットホームは撤去されていた。その他小沢方から駅舎側に分岐し、駅舎東側のホーム切りかき木部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。職員配置駅で駅舎は校内の北側に位置し、 ホーム中央部分に接していた、所在地名より、地名はアイヌ語のポロイちゃん意に由来するとされる。幕末、明治の探検家、松浦竹四郎、停止日誌には、ホロイちゃんを多く酒が卵を置くとあり、それが、ホロイ山に、ホロニ山にと呼ばれるようになり、これが省略されて漢字を当てられ、ホロニとなったと考えられている。このほか ポロ内に由来するとする説もあるが、旧機などから蒸気の説が妥当と考えられている。ライデンスイカやライデンメロンの畑が広がっていた。1976年のホロニー駅と周囲約750メートル範囲。左が岩内方面。すでに相対ホームは撤去され単式ホーム一面となっているが、レールは副本線として残されている。駅舎横の貨物ホームには、 貨車が留置されている。周囲は豊かな田園地帯であるため、かつては隣の前田駅とともに農作物の搬出が盛んであったが、この写真の直前に貨物取り扱いが廃止となっている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成旧駅構内は共和町により、頃に鉄道記念公園として整備されていた。駅舎。 ホーム、駅名標、側線を含む線路など廃止当時の構内施設が、そのまま残る形で保存されていた。駅舎内にはさよなら列車のヘッドマークや事務備品など、言わない線関連資料が保存、展示され、貨物側線には、旧型客車である、スハフ42系、スハフ42257と、それに連結して、和フ29,500系、 和風布29,587有害環球車の2両が生態保存、展示されていた。その後、国道276号岩内共和道路の工事のため、公園全体が移動した。本物のホームと線路は、撤去、貨物ホームも埋められ屋根と痕跡を残すのみとなっている。駅舎は移設され、ホームと線路は新造、保存車両も移動した。 2011年時点で現存している。ありがとうございます。